こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイヤゴム工業所鈴木義雄です。今日は2022年5月20日金曜日です。昨日と同じボードを今持っています。タイヤの残り溝についてですね、昨日お伝えしてきました。少しまだですね、ご説明が、残っておりましたのでね、今日続けて、少し加えていきます。一番初めにですね、1日目に使ったボードをもう一度ちょっと、持ってきます。タイヤ交換ですね。音の静かなタイヤ、そしてこの新品とですね、摩耗後期の実物を比較しながら、実物をご覧いただいて、タイヤのね、残り溝についてお話をしてきました。特に新品から、半分ですね、ところ、一番いいところということでね、ここが快適に使えるところです。そしてその半分を過ぎてからのところ、60% 摩耗、70% 摩耗、摩耗後期、摩耗後半ですね、ここは、速度がですね、上がるとですね、ブレーキの時、制動距離が少し、雨の日はですね、伸びますよと、長くなりますよというお話してきました。で、昨日はですね、この残り溝の、ところを詳しくということでね、この、タイヤ、8ミリのところのタイヤ、8ミリだったとしてですね、半分使ったら4ミリ、ここのところまでが一番快適にいいね、乗り味を使っていただけますよというところですね。そして、問題はこの 60%、70% ですね、50を過ぎて 60% 雨の日、制動距離がね、伸びますよということでね、ここ、注意しながら、速度を落としたり、控えめにということになりますかね。そして、道路が乾いていれば、雨、排水関係ありませんのでね、そのまま使っていただけるんですけども、さらには、この 70%、もう一段階今度ね、注意する必要ありますよね。雨の日、雨の中はですね、速度控えめに、今まで、新品から 50% まで使ってたこの緑の領域とちょっと違ってきますんでね、強いブレーキをした時にはやっぱりスリップが出やすいということですね。ですから、この 60% を超えてさらに 70% の領域で使うということはですね、この実物でちょっと見てみましょうかね。新品からこれが8ミリ、8.2ミリ、8.3ミリ、今これはありますけどね。そして、この上のタイヤ、使ったタイヤ 3.2、3.1、3.3。これが平均 3.2 です。こちらのちょうどボードでいくと、60% 摩耗で、3.2 ミリ。これがちょうどこれいい、お手本のようにこうね、見ていただけると思うんですけども、3.2 ミリってもうこういう状態ですのでね、ちょっと見えますかね。こういう状態ですね。そして新品。新品ミドルですね。はい。で、この 70% 摩耗の、領域のところまで行きますと、この今の 3.2 をもう少し超えていくということになりますね。これよりもさらに、摩耗してくるのが 2.4 ミリですのでね。ですから、よくタイヤは、半分ね、使うとほぼいいところは全部使い切った、状態になりますよという言われ方もしますけどもね。私はこの緑色の字で、両矢印で書かせていただきましたけどね、ここまで、快適に使っていただいて、そこを過ぎたらですね、ぜひ雨の日はですね、また路面が、水分が路面にあるとき、これはもうね、雨降ってなくても雨上がりでも同じですので、滑りやすくなります。制動距離がね、強いブレーキをしたときには長くなりますのでね、雨の日注意ということでね、お伝えしていきます。そして、見方ですね。タイヤの溝の見方はですね、この今3本私クレヨンしましたけどもね、これ3列のうち一番浅いものを見ていきます。ですので、3.2、3.1、3.3 といったらですね、3.1 のところを見ていきますね。こんなこともね、ありまして、これを自分でやるっていうのはなかなか大変なので、気になる方はですね、ぜひお声かけていただければと思います。当店はですね、店舗専用の LINE を設けておりますのでね、ぜひ LINE の方で一言メッセージをいただければと思います。また、LINE の方ご面倒な方はお電話の方で、そしてお近くの方はお声かけていただくとね、大変助かります。
本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。